韓国での成功を捨てたとも、トワイス・サナ27に向けられた韓国でのリアルな視線、現地記者が解説。今年でデビュー9周年を迎える9人組ガールズグループトワイス。彼女たちを象徴するキーワードを挙げるとしたら、挑戦がまさきに思い浮かぶ。結成から現在まで常に新しい道を歩んできたグループだ。特筆すべきは、 彼女たちの活躍によって、K-POP グループの日本人メンバーが活躍できる領域がさらに広くなった点だろう。画像、まるでノモ。大胆なへそ出しで、韓国の始球式に登場したサナ27歳の美しすぎる投球フォームを見る。中でも、日本人のサナ、本名、港崎シャナツはとりわけ注目に値するメンバーだ。彼女は韓国で、 ファンだけではなく大衆からも高い人気を集めている。K-POP 界の先入観を振り払った TWICE。韓国人5人、日本人3人、台湾人1人で構成される TWICE がデビューしたのは2015年。この頃の K-POP 界は、海外からの人気が上昇する一方で、外国人メンバーに対してかなり排他的な立場を取っていた。 特に韓国の社会情勢によって、日本人メンバーに対しては、他の国籍のメンバーと比較してもより厳しい見方がされる、傾向にあった。そのため、トワイスが所属する JYP エンターテインメントのような大型芸能プロダクションが、日本人メンバーを3人も含めるガールズグループをデビューさせるということは、事実上、韓国市場での成功をほとんど放棄したも同然とみなされた。 トワイスのメンバーの選出は韓国の音楽専門チャンネルエムネットのサバイバルオーディション番組シックスティーンを通じて行われた。ここでグループ結成までの過程をすべて公開したことで、デビュー前から大衆的な知名度を得ることに成功していた。しかしこの時点では、韓国の大衆の多くは、期待よりは若干の有料を抱いていた。だが、 トワイスはこのような先入観を忘れさせた。今では、SM エンタテインメントのレッドベルベット、YG エンタテインメントのブラックピンクとともに、K-POP 第3世代のトップガールズグループに名を連ねている。外国人メンバーに対する評価が厳しい K-POP 界において、トワイスがこのような支持を集めるグループへと成長したのは、何よりもメンバー一人一人の努力があったからだろう。 レジェンドとも、サナの始球式に集まった反響。サナ、モモ、ミナ。三人の日本人メンバーは、それぞれが多くのファンを持っている。しかしその中でも、サナが韓国の大衆から格別の注目を集めていることについて、最近の事例で言うと、4月27日にソウル三室球場で開かれた、2024プロ野球 KIA タイガース VS LG ツインズ。 の始球式に登場したことが挙げられる。サナはクロップドタケにアレンジしたユニフォームにブーツカットジーンズを合わせたファッションで登場。長い足を活かした見事なフォームで投球したボールがノーバウンドでキャッチャーミットに収まると、サナはマウンドで喜びをあらわにした。この光景について、韓国の大衆からレジェンド始球式とまで呼ばれるほど反響があり、 しばらくオンラインコミュニティや SNS を中心に大きな話題をさらった。韓国で始球式に選ばれる芸能人は今が旬といった高い話題性を持つ人が多い。例えばその時期に放送されたドラマや映画などで大きな人気を得た俳優や現在活発に活動中のアイドルグループの人気メンバーだ。例えば 6月9日にプサン社食球場で行われたロッテジャイアンツ VSSG s ランダースには4人組ガールズグループエースパのカリナが登場しているこれは現在エースパが各種音楽チャート1位を総なめにするほど韓国で高い人気を有する第4世代ガールズグループのメンバーという点が大きな影響を及ぼしたものとみられるカリナと比べるとサナは 現在大人げのグループというよりはやや先輩グループといった印象で二人が同じくらいのあるいはサナがカない以上の大きな話題性を読んだという事実はサナの個人の力の賜物だろう王道の成功パターンと言えるほど模範的な成長韓国社会で日本人メンバーは厳しい見方をされる傾向にあると戦術したがグループから離れ ソロでも大衆的な人気を得るというのもまた、想像以上に簡単なことではないからだ。デビューから9年という歳月の中で、韓国の芸能界でサナが成し遂げたその結果には、注目せざるを得ない。サナの成長を見ていくと、それは外国人メンバーに限ったことではなく、アイドル界全体を見渡しても、王道の成功パターンと言えるほど模範的なものだった。 サナが辿った王道の成功パターン、そして韓国で起きたある変化とは翻訳金忌鉄。ずっとキスをして、スキンシップが多くなる男性ファンが多かったが、今は、トワイス・サナ27歳が韓国で見せた変化、現地記者が解説へ続く。